こんにちは、宮古寺です。自己紹介はこちら。今回はですね、数学検定第413回2級二次試験資格2番と同じパターンの問題を作ったので、ぜひ一緒に攻略していきましょう。で、手元に問題が欲しいよという方はこちらパーン、こちらの QR コードからゲットしてください。さあ、やっていきますよ。こんな問題。不定方程式 40x プラス 239y イコール1っていうのがあるんですって。括弧1番、この方程式を満たす整数 xy の組のうち x が1桁の整数であるものを求めなさい。で、これは記述なくね、答えだけで OK ですよという条件がついてますよと。はい、じゃあどうしますか。うん、もう、ね、見た瞬間にわかるね。だって 40x に何か入れてね、で 239y に何かを入れてね、イコール1になるわけですから、これ x に6を入れてあげるとね、6421で240になるじゃないですか。240から239を引いたらもう1になるでしょ。だから x が6、y がマイナス1っていうのは、まあ見た瞬間にね、わかるわーいってなるんですけども、うん、まあ一応、まあそれです。解説を終わっちゃうとね、別の問題に対応ができなくなっちゃうので、ユークリッドの誤助法を使ってね、わざわざ求めてみましょうか。もう6とマイナス1っていうのは見えてるんですが、はい、別の問題ができるようにね。はい、じゃあでっかい係数をちっちゃい係数で割ってあげてね、239っていうのを40で割ってあげれば、5、ちょっとあえて余りっていう書き方をするよ。5し20余り39になりますね。じゃあこの40っていうのを39で割ってあげて、40割る39は1余り1ですね。で、39を1で割ってあげて、39割る1っていうのは割り切れますね。だから、まあここで、ストップなわけです。ユークリッドの誤助法ね。はい。じゃあ、これ下から上に読んでいくイメージを作ってあげるんですけれども、これをね、余りイクオールっていう式に書き換えておきましょう。ちょっと丁寧に書きますよ。239っていうのは 40×5 足す39ですね。これより、239っていうものは 40×5 プラス39。同じように、40っていうのは 39×1 足す1ですね。ってことで、こいつを39イクオールにしてあげると、39イクオール239マイナス 40×5 ですね。はい、同じように1イクオール40マイナス 39×1 ですね。これを下から上にペッと読んでいくイメージを作ってあげていいですか。1イクオール40マイナス 39×1 で、こいつ39イコールこいつをここの39にぶち込むわけですよ。はい、いいですか。ってことで、ここ行こうかな。じゃあ、1イクオール40マイナス 39×1 で、ここの39っていうところにね、この39っていうところに、この39イクオール239マイナス40×5 っていうのをベーンと入れてあげてね、ベーンと入れてあげてね。そうすると1イクオール40マイナス括弧239マイナス 40×5×1 になってるわけじゃないですか。じゃあこのマイナス1っていうのをね、分配法則でここのここにペチペチとかけてあげれば、40マイナス239足す 40×5 になりますよね。じゃあ、この 40×5 と40っていうのをね、共通因数40でくくってあげれば、40×1 足す5で 40×6 になりますね。ちょっとこっち行かしてね。だから 40×6 マイナス 239 になりますね。はい。ってことで、今、よって、ちょっとあっちゃこっちゃ言ってごめんね。よって何が分かったんですかというと、40×6 で、このマイナス1っていうのをここに持ってきてね、プラス 239×-1 239×-1 は1になりましたね。じゃあ求める x は6で、求める y は -1 って分かったでしょ。だから最初にね、あ、もうこんなん見た瞬間分かるやん、6と -1 やんっていうのはきっちりと理論立てて出ましたよということです。で、ちゃんとね、x っていうのは条件を満たしてるでしょ。一桁の正の整数でしょ。ね、この6っていうのがね。だから、
あ、過去一番の答えは、まあ、X と Y のペアっていうのは6とマイナス1になりますよと。が過去1番。OK。はい。じゃあ過去2番いきますよ。整数 XY の組をすべて求めなさい。つまり、不定方程式を解けっつっとるわけですよ。で、239が素数であることを使って OK だよって言ってくれてるね。はい。じゃあいきますよ。次過去2番ね。よよ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 よ。はい、ではあと 40x プラス 239y イコール1っていうこの、まあ、不定方程式がありますよと。で、解を1個求めたわけでしょ、6とマイナス1ってね、さっきね。だからこの式を下に書いてあげますよ、不定方程式のね。 40×6 プラス 239×-1 イコール1ですね。じゃあこいつをペーンと引き算してあげることで、ここの右辺の1っていうのを消去してあげましょう。ペ、引き算しますよ。じゃあ 40x から 40×6 っていうのを引くので、共通因数40でくくってあげれば x-6 になりますね。同じようにこれ 239y から 239×-1 を引き算してあげるので、共通因数239でくくってあげると、y マイナスマイナス1で y プラス1になりますね。でイコール0になりますよと。このね、右辺を0にしたかったんです。なんでこんな操作をしたかっていうとね、でなんで右辺を0にしたかったかというと、こいつをピヨンと移行してあげるとね、40×x-6 っていうのがマイナス 239×y+1 になるじゃないですか。じゃあこの形にすると、今40と239っていうのは互いに素でしょ。だって40っていうのは、まあ素因数分解してあげるとね、2っていう約数とかね、2っていう約数とか、まああとは4とか5とかいろいろ出てきますよね。ただこの239っていうのは素数であることを使って OK なわけですから、素数っていうことは1と自分自身しか約数を持たんよね。239ってね、1か239しか約数がないわけですよ。で、40っていうのは、まあ、1とか2とか4とか8とか5とかあるけども、239っていうのは持たんでしょ。だから互いにそうですね、40と239の最大公約数は1になるわけですから、だから40と239っていうのは互いに素なので、素なので、ここのね、x-6 っていうのは239の倍数になるしかないでしょ。ここはイクオールで成り立っとるわけで、で、こいつとこいつの最大公約数は1なんだから、x-6 っていうのは239の倍数になるしかないよね。だから、よいしょ、こっち行きますよ。x-6 は239の倍数である。はい。っていうのを作りたかったんです。ここを書きたかったんですよ。だから、この右辺の1っていうのがあったらそんなことができないので、この右辺の1っていうのを消して0にしてあげてね、移行することで、ここの x-6 が239の倍数だよっていうのを作りたかったんです。大丈夫ですか、不定方程式の解法。うん。じゃあ x-6 が239の倍数なわけですから、 x-6 っていうのは、例えば k っていう整数を持ち出してあげれば 239k っていうふうに書けるよね。で、もちろん k は整数ですよ。K は整数だから、今 X っていうのは 239K プラス6になるわけです。 239K プラス6。じゃあ Y ってどうなるんですかっていうと、この X-6 っていうところに 239K っていうのを入れてあげてね、また 40×X-6 を 239K にしたわけでしょ。だからここ 239K にしてあげれば、どうなる、マイナス 239 マイナス 239 y プラス1になりますね。じゃあ両辺マイナス239で割ってあげれば、マイナス 40K イコール y プラス1になるね。だから y っていうのはマイナス 40K マイナス1になりますよと。 OK ですか。ってことで、求める整数 xy っていうものは、X が 239K プラス6で、Y がマイナス 40K マイナス1。で、最後ね、K は整数って書いてあげるとね、いいですね。はい。これが答えになりますよと。で、まあ、これ、方程式だから、不定方程式だから、
求まった解っていうのを元の方程式にぶち込んでね、成り立てば絶対に解じゃないですか。だから確認をしておきましょう。 OK、 じゃあ確認をするよ。じゃあ元のここの 40x プラス 239y イコール1っていうここの式にこの求まった解を代入しますよ。確認してみましょう。確認成り立てば OK なわけです。じゃあ x に239k プラス6を入れてあげてね、で y にマイナス 40k マイナス1を入れてあげてイコール1が成り立つかどうかやってみようね。はい、じゃあやってみますよ。じゃあ分配法則でかけてあげてね、ペチペチ 40×239k プラス46240ですね。でマイナス 239×40k でマイナス239イコール1ですね。じゃあここペンペンと消えて 240-239 は1になって1イコール1になってやったぜウィーじゃんね。もう絶対に合ってるって確信ができるわけです。こういうね確認作業を丁寧にやってあげると、もちろん数学検定以外にもね、大学受験とか学校の定期テストとかそういうところでも点数がバチンと出るようになるんでね、ぜひこういう確認は何でしょうね、もう息をするようにできるようになるといいですよ。因数分解したら展開してみるとかね、積分したら微分してみるとかね、こんな風に方程式を解いたら代入して成り立つことを確認してみるとかね。 OK ですか。ってことでこいつが答え、絶対に。はい、じゃあこれで、この四角2番不定方程式の問題を終わりましょう。ではですね、この動画ちょっとでもいいなとかね、宮古寺頑張っとんやお前っていう人はいいねとか高評価、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。めちゃ嬉しいです。 OK ですかね。はい、で、こちらのサイト、バーン、数学検定攻略への道っていうのを作ってるので、こちらの QR コードバーン、こちらから宮古寺と友達になってもらったらね、ご招待させていただきますので、無料ですよ、もちろんね。ぜひですね、友達になって一緒に数学検定合格頑張りましょう。はい、じゃあこれでおしまいです。合格できる。宮古寺宮古寺宮古寺、はいはい、宮古寺宮古寺宮古寺、はいはい、ガガガガ。